白乗り一番、虎之助は具足の尾を結んでいた。彼も今年22の若者となっている。市松と同様に三木城攻略、その他において初陣も済み、一角の働きもしていた。総じてここ5年にわたる中国人は、秀吉の子飼いの故障、あるいは家中の子弟などの武将のひな鳥たちにとっては絶好なる実戦の練習場となったことは、次の時代を追って出た人材の多くがまだこの頃には皆年少16、17歳から20歳代であったところからも見逃せないことである。とはいえ秀吉の小姓部屋にもいつか花たらしは一人もいなくなった。一つ柳一助の即で、一つ柳四郎の15というのが最年少であった。八須賀彦右衛門の子家政も23歳、藤堂高虎が27、後の行部大谷平馬義継が19歳となっている。戦国権兵衛などはすでに30を超えて小姓部屋のひな仲間から巣立ち、一方の指揮官として淡路や四国へ派遣されたりしていた。思うに秀吉も十分意識的にこれら子飼いの少年をその才能によって随時適所に使ってみていることは確かである。そうしてこれはものになる、これはここに使えるなど、その素質を見届けておき、方々正史の大道場で長石にこれらの次の中堅を獅子連成の真っ最中であったということもできよう。市松、お主こそ人中もはばからず、なんでゴロゴロ怠けているのか。問われたことには答えず、虎之助は具足をつけ終わると、こう言って帳の裾を振り向いた。その幕の隣から福島市松は腹ばいのまま覗き込んで、今なお姿勢も改めないのである。で、頭から幕をかぶって頬杖へつきながら物を言っているような格好だった。俺はいいのさ、市松は傲慢に言う。虎之助に対する時、いつもこう兄貴顔するのは彼の持ち前でもあった。ゆるゆる休めと殿から公然お許しをいただいた体だ。おとといから昨日にかけ、たった1日半夜で宮地山の城を落とし、この度備中入りの先駆けに第一の功を表した俺だ。ただ怠けているのとは違う。といよいよ大きな鼻をして、ところで貴様はどこへ行くのか。いやにむしゃぶりばかり作っているじゃないか。やはり気になるものと見え、じろじろ虎之助の支度を見、また周りの部下たちを見回していた。市松が見回したのも無理はない。虎之助と共にしきりと身支度に余念ない侍たちは皆忍びの者ばかりだった。甲賀侍の美濃部十郎、伊賀侍の柘植半之丞などの顔も見える。おい、どこへ行くのか。市松はとうとう起き上がってこっちの帳へ来た。言えないよ、行き先は。虎之助は意地悪く明かさなかった。なぜ言えぬ。市松は食ってかかる。後輩に対してこの先輩は常に敬意を強要した。軍の機密、後でわかる。後なら聞く必要はない。機密とは敵の患者に対することだ。俺に機密を守る必要があるか。まず味方を欺けと孫子か何かにありました。生意気を言うな。こら、どこへ行くんだ。おとら、言え。言わんか。では敵へ漏れたら貴公が密報したとするがよろしいか。よろしい。それほどまで責任を取るなら告げます。お指図のあり次第にカムリの城へかかるべく待機しているところなので。何、カムリへ。いかにもカムリには先日から杉原七郎左衛門の手勢1500が攻め向かっている。七条中の堅固、なかなか杉原殿の手にも負えぬと苦戦が報ぜられておるのだぞ。そのようなよしです。そこへ貴様などが何のたしまいに参るか分かりません。分からずに戦場へ出るやつがあるか。ひたすら殿のお胸にあることでしょう。虎之助は殿が行けとおっしゃれば地もくぐり天もかけてみせます。これだけの人数を連れてか、わずか20名ほどしかおらんではないか。人数など問うところではありません。いちいち俺の鼻面をこするような物言いばかりするやつだ。おとら、貴様は同郷の後輩だから親切に教えてやろうと俺は好意を示しているのだぞ。戦だけは一命仕事。命を放り出してしてみること以外には人の話や物の本からも楽に学ぶことはできません。勝手にせい。市松が背を向けた時、加藤殿、殿がすぐ来いと呼んでおられる。平野権平が来て呼び立てた。はい、と素直に虎之助はその姿へ続いてゆく。市松はなお後に立って甲賀侍の美濃部十郎に話しかけていた。冠山は日畑よりも宮地山より妖怪な城と聞く。杉原殿の手勢すら難攻にあぐねているのだ。奇襲するにせよよほどな決意でかからぬと不覚を取るぞ。誰も感心した顔もしない。美濃部も柘植も黙笑して聞いているだけである。市松は手持ち無沙汰に立ち去った。虎之助はなかなか訓前から帰ってこなかった。備中平には今日も赤々と日が落ちかけていた。敵の主城高松城のあたりに薄い水煙が立ち上っている。いざ行こう。虎之助の声がした。片鎌の槍を持って一同の後ろへ来ていた。この槍は彼が18歳の時、鳥取城の絡め手で功名を立て、その折秀吉にねだって拝領した彼のまたなき愛憎であった。冠山の城は知政は剣、首相は豪、出城として十分守るに至る資格を備えていたが、一つ欠陥があった。城中の将が和を欠いていることである。具体的に言えば、首相林重実の部下黒崎段右衛門と松田黒兵衛とが平城から私闘を要して合戦となるやことごとに意見の一致を欠いていることだった。秀吉はあらかじめこの弱点を提示していたが、杉原七郎左衛門の手勢にこれを攻めさせると、さしも不和な城兵もその時だけは一体に結束して猛烈に寄せ手に当たってくるのだった。今行もである。秀吉はその杉原隊へ朝がけしてひともみにもみつぶせと厳命を出し、少なくも昼頃までには陥落の方があるかと期待していたものらしい。ところがおびただしい損傷を受けたのみで依然城は落ちない。攻めれば攻めるほど城兵の結束は強固を示してくる。かの妖怪がものを言うので、所詮急にこれを落とすことは不可能に近いと使い番のつぶさな報告であった。虎之助に対して秀吉から密かに忍びの者を連れて城中へ入れ、城中に流言を放ち、あわよくば火をつけて逃げてこいという命が出たのはそれからのことだった。伊賀甲賀の者の役目はいつも高乱戦か偵察だった。極めて小隊を持って敵の内部に入り込み、流言飛語を放ったり、水の手や火の手を脅かしたり、あらゆる手段で敵の神経をつき自信をかき乱すのである。いわば陰性の戦だ。華々しくない、勇ましくない。それと甲賀侍や伊賀侍を部下として駆使するのは甚だ使いにくい。この組の者にはこの組特有な底意地の悪さと専門の知能と、そして陰性な気性を持っている者ばかりだからである。誰も嫌がるこのラッパの役を言いつけられて、虎之助は今冠山の城へ近づいた。自分の家来はわずか6人しか連れていない。あと20名は使いにくい忍びのものだった。ここも山城なので、虎之助が裏山へかかろうとすると、甲賀侍の美濃部十郎が「加藤殿」と耳のそばへ口を寄せて言う。寄せてから見て敵の弱点と思われるほど敵も用心しています。うっかり裏山へは登れませぬ。まず支度をしますから少しお待ちになるがよい。十郎は手下を招いて同じように耳打ちした。45名の忍びが大手の方へ風のように消えていった。しばらくすると野良犬の吠え合う声がけんけんと遠い闇に聞こえた。大手の狭間から2、3発小銃の音がする。はるかに引いている寄せ手の陣、杉原隊のあたり、墨を流したようなヤギもにわかに動くかのような気配が感じられた。もう良い頃合い、ぼつぼつ登りにかかるとしましょう。敵中の注意は今ことごとく大手に注がれている。どうです、今の犬の鳴き声は人間とは思われますまい。美濃部十郎はそんなことを語りながら先に立った。日頃でも敵の中に半分、味方のうちに半分、要請を常としている伊賀甲賀の者は少しも敵地深く入ってきたというような器具を持たないもののようである。淡々たる自分の家の庭でも歩くようによじ登ってゆく。絡め手に北の門がある。裏山の絶壁とその門との間に細長い谷が巡っていた。もちろん人工の空堀である。虎之助と伊賀甲賀の者はその底を張っていた。大将、十郎はまた虎之助の耳元へ口を寄せた。息子のような若い虎之助に向かってあくほど戦の場数を踏んできた老甲賀武士がわざとそう呼ぶ言葉の中には単なる継承とも違う子供扱いに似た揶揄がいくらか含んでいた。あなたはここにおればよい。敵場の中というものはよほど肝が据わってこないとどんな小次郎でも勝手のわからないものだ。どうしたって上がってしまいますからな。いくら巧みに忍び込んでも一人が中でドジを踏むと全体のものが動きが取れなくなる。足手まといだ。それにあなたは今夜の大将だからこれにいて吉相をお待ちくださればそれでよい。決してあなたのご使命を偲んじるようなことはせぬ。こうささやくと美濃部十郎や柘植半之丞の友柄は仲間だけでやそのように堀の底を走り去った。そして北の門から100軒ほど先にやや塀の低いところを見つけてそこから城内へ忍び込むつもりらしく一塊になって前後をうかがっていた。すると虎之助は家来の者の肩車に乗って堀の上へ這い上がった。続いて2、3名が彼と共に上がってくる。堀の上でまた人間の踏み台を作った。一人が這う、一人がその背中へ乗る。その肩の上に虎之助が立つ。手が塀の上に届くと虎之助は身を弾ませて家来の肩から離れた。すぐ一人が下から片鎌の槍をその手へ渡す。虎之助は槍を左の小脇に持ち替えた。そして城内を望みながら「冠山の城へ一番に乗り入る者羽柴筑前の守の小姓加藤虎之助清正」と大盆に怒鳴った。姿は途端に城内に飛び込んでいる。不意を食ったのは絡め手の城兵だったことは言うまでもないが、むしろより以上慌てたのは彼方の塀の下によって草のそよぎにも神経を使っていた伊賀甲賀の仲間だった。お無情のバカな真似を罵ってみたが追いつかない。いかに敵の今日をつくにせよ総体で26、27人の小勢で群がる敵の中へ入ってどうする気だ。命知らずにも程があると呆れ返るよりは腹が立ってしまったのである。とはいえ虎之助一人を見殺しにして逃げ帰ることもできない美濃部十郎は舌打ち鳴らしながら「飛び込め、こうなったら存分暴れて帰るしかない」手下に言って無に無産兵へ取りついた。人の性根というものはこういう時遺憾なく出るものである。十郎はその手下へ飛び込めと命令しながらまた終わりに帰ることを言っている。同じ侍でも伊賀甲賀の者には行ったきり死んだきりという心情はないことになっている。いかなる恥を忍んでも甘苦しても生きて帰ってくることが使命の全うになる役儀だからである。美濃部十郎二番乗り、彼が忌々しげに大声で呼ばわった時、それを奪うように彼方の塀の上でも「白乗り二番加藤虎之助家来飯田角兵衛」と同時に名乗って城中へ踊り込んだものがあった。この絡め手には白方の一生松田黒兵衛の手勢が守っていた。慌てふためいて「北の門だ、いや水門だ」と右往左往する混乱ぶりが闇の中にもよくわかる。虎之助はその片鎌の槍をしごいて敵兵2、3名を引っ掛けた。後ろから続いてくるものがある。しきりに敵を切って自分の後についてくる。振り向いているいとまはないが、虎之助は心の内で「角兵衛だな」と知っていた。飯田角兵衛という家来は彼が17の時に召し抱えたものである。その頃長浜の城で木村大膳の手に属し、主人秀吉から初めて370石の禄をもらった時、虎之助はそのうち100石を割いて山城八幡村から1名の浪人を呼んで抱えた。それが飯田角兵衛だった。まだ幾人もの労働をお持ちにならなければならないのに、370石のうち手前一人がその3分の1もいただいてしまっては、と角兵衛はひどく迷惑があったが、虎之助は「いや、その10倍も100倍も与えなければ、お前ほどの男前の者に主人顔はできない。昇進のうちはそれだけで許しておけ」とほとんど頂上に対するような礼を持って抱えていた。この人のためにはと角兵衛が誓っていたことは無言のうちにも現れていた。以後いついかなる戦場でも角兵衛の影が虎之助の影から離れていたことはない。その角兵衛の目から見ても前にある虎之助の働きぶりには何の不安もなかった。角兵衛はもちろん虎之助よりずっと年上だし、戦争の場数も多く踏み、浪人しても良い主人をと心がけて容易に使えなかったほどであるが、彼は実に今の主人には心から惚れ込んでいた。このお若い主人の豪胆は天質のものだ。単に待遇の質があるのみか、慈悲もお深い。ひとたび使えれば自分の命も自分の命ではない。角兵衛が心の誓いにはこの大業にして慈悲ある青年の将来を天寿に至るまで生かしてみたい念願がある。そのためにはいつでも主人の命に代わって自分の命を打ち捨てる覚悟でいた。そこにこの主従は結ばれていた。ほのれ、角兵衛は本能的に一人の敵へ飛びかかった。恐ろしく敏捷精悍な敵が虎之助の後ろへ回って長巻を振りかぶり、あわや切り下ろそうとしていたのを見つけたからであった。地響きがした。結晶の煙る中に主従は顔を見合わせニコと笑った。角兵衛は注意した。そこらはもう砦の本丸に近いようです。ちと深入りしすぎはしませんか。虎之助はかぶりを振って一気にわざと城の真っただ中までかけてきたのだ。角兵衛、怒鳴れ、怒鳴って歩け。わめけとは、絡め手の守りは上書母の松田黒兵衛と見えた。その黒兵衛と日頃から不和な黒崎伝右衛門が城内から裏切りを起こしたように言いふれて駆け回れ。承知しました。二人はまた乱脈に駆け惑う城兵の中を縦横に切って通りながらごもごもに声を放った。裏切り者、裏切り者、団右衛門の組が火をつけて歩いておるぞ。黒崎団右衛門の手の者に油断するな。平城の内向はこういう時収拾のつかない混乱となって現れた。城兵は城兵を疑い共に防ぐ味方でありながら味方同士が恐れ合って敵をよそに同士討ちを演じ、果ては城を捨てて思い思いな口から調算しだした。この頃大手方面でも諏訪絡め手の辺りから奇襲して城内へ入った味方の一手があると見えるぞ。突っ込め、正面から、と先頃から攻めあぐねていた杉原七郎左衛門の手勢も無に無参城壁へ取りついた。ここの一番乗りは杉原の労働山下九蔵というものだった。しかしその時すでに城兵の大半は改装し、前日までの頑強性は失われた後のことなので、正確なる白乗り一番の軍港は依然絡め手から入った虎之助の上にあることは言うまでもない。こうしてこの世冠山の城も落ち、上昇の林重実も城と運命を共にした。虎之助は後の始末を杉原七郎左衛門の手に任せて竜王山へ戻ると、すぐ秀吉の前に出てお言いつけの度を越えてつい独断立ち働きいたしました。万一子孫じたみぎりは生きて帰らないつもりでしたが、思い通り城が落ちたので立ち帰りました。ご命令に違反の罪、どうぞお叱りおき願いまする、と言った秀吉は稲と神戸を振り、位牌ではない。万一敵の絡め手に接近して敵に感激があればそういたすであろうと存じたゆえ、特に資料勇気2つある措置を差し向けたのだ。よしよし、この度は2人ともよくいたしたぞ、と褒めた。だが2人ともとはもう1名誰のことを指したのか。虎之助が顔を上げて見回すと秀吉の傍らに福島市松が見えた。それまでやや仏頂面していた市松が急に顔をあからめて、はっと指先を下へつき気色を姿に輝かしている。褒美は他日皆と共に使わすであろう。当座の印までに。市松にも虎之助にも同様な感情が降りた。虎之助が感情を受けたのは中国人に臨んで以来これで2度目であった。宮地冠山の2条を失って7条連冠の敵の外輪はその防御陣に歯の抜けたような揺るぎを呈しだした。一子を失えば両場が揺らぐ。秀吉は努めて味方の兵を消耗せずに次々の歯を抜いてゆこうとするもののようであった。それから間もなくまた鴨の城がほとんど手ぬらさずに羽柴軍の手に帰した。これは首相の生石中司を東軍に内応させ無血占領の功を収めたものだった。高松の城に次いで頑強と思われたのは木幡の城である。ここには城兵が1004人も立てこもり、中国の豪商木幡景親がおり、また軍艦としては毛利家の一族上原元助がこれを助けていた。これをいかに落とすかの問題である。3万の味方全部を配置して敵の処女をして全く反撃に出るの余地もなからしめながら、竜王山の中軍秀吉のいるところにはなお1万5千の代表を備え余裕を十分に自維しながらも、彼はあえてその代表をみだりに用いて功を急ごうとはしない。何かあれは陣外に賑やかな音楽が聞こえるではないか。英中の帳を開けて秀吉はぶらりと出てきた。耳にかしましいばかり笛や鐘や太鼓の音がする。先陣ながら晩春の真昼、彼も作戦に運だかニコニコしながらその音欲につられて顔を見せたのであった。